the blues, are you listening? I said, this is the blues, are you listening? Well, let me hear you say, yeah! Can you say it just a little bit louder? Let me hear you say, yeah! バンニーです、今日はですね10月の9日ですね、天満音楽祭の日です、今日今から僕はですね、山岸龍之介君とシカゴロッカーズと一緒に、プレイしてみたいと思います。演奏する場所はシカゴロック。じゃあ行ってみましょう。これはシカゴロック。今日はね人がいっぱいですね。緊張してるじゃん。山岸龍之介くん、もう本当に僕びっくりしましたね。驚異的な存在ですね。なんていうんですかね、もう体の中から音楽のビートが溢れ出てくるっていうかね、すごいんですけど可愛いんですね。でも可愛いんですけどすごいんですね。ですごいんですけど圧倒的というよりはハッピーになれる存在なんですね。で彼がねこれからあの関西のブルースはおろか、日本のブルースはおろか、世界のブルースを引っ張っててくれるんじゃないかななんて僕は思ってます。山岸龍之介最高。スバーシカゴロック、塩山さんって方がねマスターでやってらしてね、本当にいい方なんですね。なんか善意にあふれてる方なんですね。大阪の南森町にあります、天上天満繁盛亭のすぐそばなんですけど、ここにはですね裏繁盛亭というかですね、新しい文化の息吹が宿ってるような気がするんですね。もうダウンホームな感じなんですけど、その地下に降りていった瞬間、僕はいつも感電するような思いで、何かを感じています。ですから、大阪の人だけじゃなくてですね、もう全国の人、全世界の人がこのシカゴロックを訪れる日が、来るんではないかなと、僕はそんなことを夢見ています。シカゴロック、本当に素敵なブルースバーです。大阪のブルースというとですね、これは僕のイメージはもう1970年代の上田正樹とサウスとサウス、ウエストロードブルースバンド、まあウエストロードは京都やったんですけども、それからソーバットレビューとかですね、上田正樹とバットクラブバンド、それから花神とかですね、有価団、それからスターキングデリシャス、まあ、R&B ですね、こういった人たちが、当時はですね東京のバンドとはちょっと一味違うサウンドと演奏のスタイルで、僕らを熱く熱くさせてくれたんですね。何が違ったかっていうのは、まあサービス精神とそれから即興ですね、もういつ何が起こるかわからない、もう土壇場でどうひっくり返るかわからない、でこういう演奏がいつもいつも面白くてスリリングで、僕は子供の頃ワクワクして見ながら見てました。関西のブルース、もっともっと全国に届けたいなって思っております。
けてるものがある。それが何かなって言いますと、僕はあの即興だと思うんですね。ブルースの魅力なんですけどもね、これはまずやっぱり即興演奏があって、ある程度フォームが決まってるんですけど、3コードであったりですね、それからあのキューイングって言って、歌ってる人の合図でね、ですね、どんな風にでも変化していくんですけども、このですね、即興性というのが僕は非常に重要じゃないかなと思うんです。もちろんブルース以外にも即興の音楽いっぱいあるんですけどもですね、この簡単なルールで、そしてその瞬間その瞬間自分の感情を吐き出す、これがブルースの魅力じゃないかなと思います。それからですね、やっぱりこのブルースっていうのはですね、ネガティブなことですね、失恋であったり失業であったりお金がなかったり、本当にそういったネガティブなことを笑い飛ばす力が溢れてるんじゃないかななんて僕は思うんです。本当にあのブルースは、泣くにはおかしすぎて、笑うには悲しすぎる音楽、そういう印象があります。そういうこのアンビバレントなパワーが今の時代新しいエネルギーを切り開いていくんじゃないかな、そんなことを僕は思います。